これはここ、こっちが開口してたんだろうな。どうなんだろうね。いやここですよ、これは。はい、ここにあろう。万葉の丘。さらいけここ。公園踏んならね、おそらく60メートルぐらいあるかな。そうですね。見た感じはやっぱり前方後方墳かな。いやいや、前方後円墳やな。これが丸くなっとれば。あっちからか、もしからこっちから下も前歩いてみたんだけどね。わからんな。くびれるとこがね、ちょっとわからんのでね。こうか、こうかこうか。ここ劇場がある。劇場が、いや歩いてないね。人は歩いてますわ、これ見たら。ほら、劇場が。葉っぱがいっぱいいる、これ。200、300人座れますね。あ、野外ステージで、ステージでもないでしたか。さらい稽古。神明神社、ここ。神社。お、ここなんだ。あ、百道神社これ。はい、おはようございます。はい、神明神社古墳です。あんまりの寒さでね、今1度ぐらいだかな。ビデオカメラ止まっちゃうもんでね、何回も。で、今温めて再度撮っとるんやけど。はい、じゃあこの石室戻ってみましょうかね。いつぐらいかね、石室。おそらくね、あの、今ちらっと眺めたんやけど、7世紀やね。7世紀の、随分もう終末期やね。すごく綺麗なんですよ、この石の石切りがね。石のやり方が、どうなんだろうね、これすごく綺麗なんだけど。7世紀ですね。ものすごいんですよ、この石の切り方が。見れませんか。うわ、一枚や。すごいんでございます、これは。上も一枚かね、これすごいね。いやー、これはすごいわ。もうほとんど終末期の石室なんだけどね、なんか何も残ってないか。残ってないね。奥も1枚、右も左も1枚、2枚かな。1枚2枚だね。すごいね、この作り方。いろんな石室見てるけどね、え、全然違いますわ。細かい石を最初の頃積んどるんやけどね、だんだん大きい石になって、あと綺麗になってね、8世紀、7世紀末から8世紀なんでこんなんですよ。綺麗や、この積み方は。はい、お風呂行きました。何回か見とるんやけど、ちらっとはね。はい、ありがとうございます。
すごいですよ。あとね、何も残ってないんやけどね。いや、これは素晴らしい。こんなところにこんな綺麗な杉柄があるとはね。いやいや、恐れ入りました。ただね、これはこれぐらいの規模の石碑やったらね、普通の豪族かな。どうだろう。かなりのね、方が被られてる可能性があるね。いや、恐れ入りました。神明神社古墳、びっくりしました。ここまでね、ちゃんと眺めてなかったんやね。こう眺めてね、中を見てびっくりでございます。すごいですよ、これは。いろんなとこ見てるけど、これはすごかった。はい、ありがとうございました。神明神社古墳でした。